はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は期待は死をもたらす、期待に応える人の性格ってどんなのっていう話をしていきましょう。これ結構ね、掘り下げていくとまあまあやばい内容になっていますんで注意してください。はい、で皆さんね、普段仕事とか学校生活とか、あるいはね、ご家族と過ごしていく中で、まあ、上司とか先輩とか先生とか親御さんから期待されることってありますかね。まあ、その期待に応えようと頑張ることでどんな結末を迎えてしまうのかっていうお話をしていきます。はい、でそもそもその期待に応えようと頑張る人の性格って一体どうなのっていうと、完璧主義に多いっていうことらしいんですね。で、まあ、完璧主義というと、メンタルに良くない性格の一つだったりするんですよ。で、これっていうのは自分とか周りに対して何でもできるっていう、まあ、実際にその何でもできる実力があるかどうかは別として、その能力が高い自分であろうと頑張っちゃうんですよね。だからもう完璧な自分なんですよ。完璧な自分だから、ちょっとした失敗とか批判に対してちょっとつつかれると傷ついてしまうと。で、自分では完璧なつもりなんですけど、まあ、人にそうじゃないよねって、あんたここおかしいよねって言われると、もうアイデンティティが崩れてしまうんですよね。ところがそんないろんな悩みを抱えやすいタイプにもかかわらず、自分の苦悩を分かってもらおうとしないんですよね。誰かにちょっと話すのとかっていうのを避ける傾向があるんですよ。なぜかというと、完璧な自分だから、そんな完璧な自分が誰かに相談をするなんてことはありえないわけなんですよ。だから一人で抱え込んでますます苦しくなってしまうということなんですね。じゃあその完璧主義っていうのがどうなっていくのかっていうのを今回追いかけてみました。追いかけていくと、最近ではですね、なんとメンタルに良くないっていう話だけじゃなくって、死まで導いちゃうんじゃないかっていう恐ろしい話まで出てきたんですよ。で、なんと完璧主義者と自殺っていうのが紐づきやすいデータっていうのが出てきました。で、改めて完璧主義っていうのを定義していくと、いろんなパターンが実はあって、他人の期待に過度に求められる以上に応えようとしちゃうタイプとか、高いレベルを保つことへのプレッシャーを感じてしまう人とか、それからミスを恐れている人、他人にも高いレベルを求めるような人たちのことを言います。で、この4つのパターンの中でも一番やばいのが、他人の期待に応えようとするタイプの完璧主義なんですね。この傾向が高い人ほど自殺をする傾向が高かったっていうことなんですよ。で、あるいは死なないまでもメンタルを病んでいくっていう可能性も高いですっていうことなんですね。で、他人に合わせようとすることっていうのが、要は他人に自分の人生のコントロールを任せようとしてしまうことが自分を疲弊させてしまうっていうことなんですよ。ちなみに完璧主義者の中でも、他人に完璧主義を求めるパターンに関してはメンタルも自殺も関係なかったそうなんですね。だから自分から他人に向けて何か発信するのではなくって、その逆、他人の目を意識しすぎてしまう完璧主義の性格を持っている人に関しては、ちょっとこれやばいぜっていう話ですね。で、自己コントロール力っていう話なんですけど、結局はこれが大事で、別の動画でも話したことがあるんですけど、自分の生活を自分でコントロールできる人と、コントロールできない人とで、健康面とかメンタル面でのとか、あるいは寿命ですね、が大きく異なったんですよね。コントロールできる人は一体どうなったかっていうと、健康的でメンタルも健全で、で寿命もその自分の人生をコントロールできない人と比べて10年以上長かったっていう話なんですよ。その別の動画でどんな話をしたかっていうと、老人ホームにいる老人の方々に、観葉植物を育ててくれっていうことをお願いしたんですね。で、その観葉植物の育て方を、そのご老人一人一人にもう好きに育てていいですよって、水やりもいいですし、その葉っぱを切ったりとか、火に当てる時間帯とかっていうのを全部自分で決めていいですよっていうパターンのタイプと、もう全部水やりはこの時間にやってくれ、このくらい火に当ててくれ、ここに置いてくれ、こうやって葉っぱを切ってくれって、もう全部職員に指示をしてもらった人たちとで、どうなったかっていうと、全部指示された人の方が、早くに亡くなる傾向が高かったっていう話なんですね。はい。じゃあそういったことも踏まえて、そもそも期待って何なんっていう話をしていくと、他人が自分をコントロールしようとする、極端に言えば一種洗脳みたいなことなんですね。僕も結構期待される方だったんですけれども、もう期待をされるたびに、例えばですけど、お前ならできるよとか、期待しているよっていろんな言葉かけてもらったんですけど、これってね、深い信頼関係があってからこそなんですよ。で、僕に投げかけてくる人たちっていうのは大抵
なんかなんでお前がそんなこと言うのっていうような人たちばっかりだったんですね。逆に言うと、あの親からはそのお前には期待しているっていうような、そのなんかプレッシャーをかけられるような言葉ってのは一切かけられたことがなかったんです。どちらかというと、まあ、母親なんかはあの好きにしていいよと、まあ、ただしそのやるべきことはやらなくちゃいけないけど、それができているんだったらもう好きにしていいよって、だってあなたの人生だからっていう風な感じだったんですね。信頼関係があったら大体そういう言葉が出てくると思うんですけどね、で、単純に相手のやる気を出そうとか、自分の都合で相手を動かそうとしているからこそ、そんな言葉を投げかけられたとしても、受け取る側からしたら、ああ、はい、で固まってしまうわけなんですよね。で、何事もやっぱり人生っていうのは、自分のペースを保ってできるような環境っていうのを整えていくことが大事になっていきます。ですから、まあ、死を導いてしまうとか、メンタルを崩壊させてしまわないためにも、自分の人生は自分でコントロールしていこうっていうのを、ぜひ心がけていただけたらと思います。そもそもなんか人にこれやってね、あれやってねっていうことを言って、まあ、大抵その遅れたりとかやらなかったりとかして、まあ、怒るとは、怒り爆発するとは思うんですけど、でもそれって一時的なもので、それがずっと続くわけでもないから、まあ、ある種、言い方悪くてほっといてもいいんじゃないっていう話ですね。はい。ということなんで、改めて自分の人生は自分でコントロールぜひしていきましょう。ということで、本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。